カナディアン川の流路と流域。カナディアン川とは、北アメリカ大陸の南部の内陸部を、流路全体で見ると、ほぼ西から東へと流れているミシシッピ川水系の河川の一つである。アメリカ合衆国のコロラド州の南端部に源を発して、間もなくニューメキシコ州に入り、そこで東へと向きを変えて、テキサス州の北端部、オクラホマ州の中央部を流れて、 ここでアーカンソー川に合流する。全長は約 1458km で、アーカンソー川の支流の中では最も長い。なお、支流のノースカナディアン川と区別して、サウスカナディアン川とされることもある。川の名前の由来は定かでない。ジョンシー・フレモントが1845年に作成した道路地図には、 コマンチ族とカヨワ族の名称を合わせて、グーアル、パーオアカナディアン・リバーと記されている。一説には、初期のフランス人漁師や商人、特に、テキサス州の回廊地帯付近ではおおむね北東の方向へと流れていることから、この川はカナダに至ると仮定したカナダ出身のマレ兄弟の命名とされる。マリエル・エイチ・ライトは1929年に、 カナディアン川は1820年頃、アーカンソー川との合流点付近で野営した、カナダ出身の別のフランス人商人グループによって命名されたと書いた。オクラホマ文化、歴史辞典によると、17世紀から18世紀のスペイン人探検家は、この川をリオブエナ・ベントラ川やマグダレーナ川と呼んだ。ニューメキシコ州北部とテキサス州では、 深い峡谷を刻んでいるため、スペイン語で峡谷を意味するか、ニャーダから来たと解することもできる。数点の歴史的文書が、この説の印象とされる。エドワード・ヘールは1929年に、フランス説が最も有力であると述べた。さらに、最近、先住民族の角の言葉で近くのレッド側を指す、カイアンティンのスペイン語表記であるリオ・カナディアーノが、 展示たものとの説が、ウィリアム・ブライトから出されている。1820年のドークス・スタンド条約まで、カナディアン川は、直東族の土地の北境であった。カリフォルニアに向かう初期の移民は、サンタフェまでカナディアン川の南岸を通った。1845年には、米陸軍地理工学兵団のジェームズ・ウィリアム・アバートと、ウィリアム・ジー・ペック領中尉が川を探検した。 二人の旅路は、ジャーナル・オブルテナント・ JW、アバート・フロム・ベント、エス・フォート・ツー・ストリート・ルイスとして、1846年に観光された。ニューメキシコ宗教の北約2.5キロメートルに、位置するコロラド州、ラス・アニマス軍南西部のサングレで、クリスト山脈東側の標高、約2900メートル地点に源流がある。宗教を東南東に、 またイダゴ、南流市、ニューメキシコ州ラトンの西を通過。同州スプリンジャーの南で、険しい峡谷となる。コンチャス湖にある最初のダムから東に向きを変える。ローガンにあるダムでは、ユート湖を形成している。それから、 テキサス州の北端部に存在する回廊地帯に入り、サンフォードのダムでメレディスコを形作る。ニューメキシコ州東部とテキサスパンハンドルの峡谷は、リャノエスタカードの北限として、リャノエスタカードとグレートプレーンズを隔てている。東に流れ続けて、オクラホマ州に入り、オクラホマシティのちょうど南を通過。UFO ラで、再びダムがあり。 最大のダム湖であるユフーォーラ湖となる。さらに3 2トルほど下ったアーカンソー宗教の西約6 4トルのロバート・エスカーチョス市でアーカンソー川と合流する。赤い泥の湿地と流砂の影響で、ほとんどの区間において流れは緩やかである。ありがとうございます。